どうもおはようからこんばんは、とのでこざる、スカイリム帝国編、続きをやっていきましょう。この、焼き身なんか荒ぶっていたよね。なんかポルターガイスト現象でも起きているんだろうか。というのも、ついに自宅を購入しました。ソリチュードの、まあ、いわゆる屋敷でして、高かったな。元でね、3万ぐらいは持っていて、購入で1万5000使って、あとは拡張っていうのかな、まあこういう内装を整えるために、結構ね、お金を使ったんですよ。で、なんとかね、達成することができました。座っているんですけどもね。つうか、そこ暖炉のところになんか野菜的なものを置くのなんかまずくないかな。じゃあ行きましょう。で、コンパニオンですけれども、前回死なせてしまったんで、この不滅のウスガルドさんを加えました。不滅って言うんですけれどもね、まあ、この前回撮ってからの間、あちこちね、クエストをやっていたんですよ。で、いろいろね、爆裂魔法を打っていると死んだんですよね。一回、そこはやり直したんですけれども、全然不滅じゃないよね。あんまりこう、背伸びしたような、なんか異名っていうのかな、あだ名つけない方がいいと思いますよ。で、まあ、家を購入しまして、で、このソリチュードの重視にもなったんで、新たにこの、ジョディスさん。ソードメイデンってめっちゃかっこいいな。お目にかかれて光栄ですわ、重視様。声と顔が合っていませんよ。で、まあ、加えまして、まあ、彼女は、この、まあ、このわしの、家の、お留守番してもらいまして、で、このおじいちゃん自身は何をするか。まあ、次の任務としましては、ウィンドヘルムにいる、誰だっけ？ウルフリックか。あっちのところに斧を届けるらしいですよね。なんかこれを渡せばわかるみたいなことを言われましたもんね。で、家を購入して、で、この屋敷大きいんで、子供部屋があるんですよ。ということは、養子を、取れるというわけで、で、ウィンドヘルムしばらく滞在していた頃に、ソフィーちゃんっていうね、花売りの少女がいまして、コーチだったっけな。で、その子を引き取ることができるんで、このおじいちゃんの、まあ、養子年齢的にはもう孫、いや、ひ孫ぐらいでもおかしくはないんですけれども、加えていこうかなと思います。やっぱりね、ジョディスさんだけでは寂しいし、ちゃんとソフィーちゃんにもね、あったかいね、住まいをね、与えてあげたい。というわけで、まあ一番、ある意味ここは一番思い入れのある場所かな。時間帯的にはソフィーちゃんいるかな。こんにちは。私の心は、シャッターシールド家と共にある。親族が殺され、一族の家宝のハンマーが盗まれ、踏んだり蹴ったりね。なんか同情を誘おうとしているのかな。でこっちの方、あ、いたいた。こんな寒空にね、まあ、ソリチュードも寒いっちゃ寒いが、ただちゃんとしたお家にね、住ませてあげたい。何かよ、どうかお花を買ってくれませんか。まあ、まずはどんなものを売っているんだ。少しだけど気に入るといいな。ベラドンナと、あとは花か。まあ、このわしの、ひ孫、いや、娘になれば、まあ、こんなね、花売りしなくて済むしね。君は、ご両親はどこに？二人とも、死んだの。ママは私が小さい頃に死んで。あら、辛いことを思い出させてしまって、これは申し訳ない。ママはストーマクロークの兵士だったの。ああ、そう？いや、わし帝国なんじゃがいいかの。私は一人ぼっち。食べ物を買うためにお花を売っているの。わずかだけど、他に何もできない。なら、もしよければ帝国ですけれども、うちの子にならないか？本当？私の。僕子なのかな？あ、ソリチュード。あ、そこは特にわだかまりとかないのね。あ、よくよく考えると、ちょっと犯罪臭くもあるからな。いや、もちろんだ。今日から家族だね。やったー！ありがとう、お兄さん。いえ、パパ。お兄さんっていう年ではないよ。
お兄さんっていう歳ではないしね。めちゃくちゃ怪しい。本当にいいの？ いいんですか、ソフィーちゃん。じゃあ、この、養父？荷物をまとめてみんなにお別れを言わなくちゃ。お家で会いましょうね。ありがとう。本当にありがとう。外に馬車はありますが、どこまで行くんだろうね。ホワイトランから、あ、びっくりした。荷物をまとめてみんなにお別れを言わなくちゃ。お家で会いましょうね。なんかこう、血色いいっていうのかな、いい笑顔ですね。じゃあ、本来の目的も達成したことですし、じゃあついでに、ウルフリックに会いに行こうか。どうしても、ケホ言っていたけれども、最近ね、コロナウイルスとかいろいろ話ありますから大丈夫かな。というわけで、じゃあ行きましょうか。斧を届けて、なんか渡せばわかるというのは、ドラゴンが特製のアンソールさんで休んでいるそうだ。遠回しに倒せって言っているのかな。マップが更新されました。いや、行くつもりはないですよ。じゃあウルフリックさんに会いましょう。遠目で見たことはあっても、実際に会ったのは物語本来のこのスカイリムの話の一番最初の頃かな。一緒に捕まっていた頃っていうのかな。ああ、いたいた。今だ。よう、ウルフリック。ちょっと、アングル的には見えませんがね。どけって言われそうな気がする。まあ、咳払いされている空気読めってか。じゃあ、どいてやろう。彼、いや、彼ら全員が知っている。あ、ちょっと話の腰を折りますが、市長からの伝言。忙しい身でな。結構聞けること多いな。本当か？いつ来るのかと待ちわびていたところだ。なんだこれは。斧ですよ。なるほど。かようなことづてを携えてまいるとは、全く勇敢なことよ。何、ここで殺されるのかな。間違った側に着くとは哀れな。斧は送り主のもとに返して構わん。そして伝えるがいい。客人をもてなす用意をしておけ。交渉決裂かな。近いうちにホワイトランの町は大層な騒ぎになるだろう。あらあら、もう宣戦布告じゃないですか。きっと止められるだろう。ああ、確かに。私は薄暗い路地で背中に短剣を突き立てられる最後を迎えるやもしれん。自分の命は惜しくないってか。真実を知った。もはや後戻りはすまい。帝国の甘い蜜を吸った市長たちが弱体化したことを民に示したかった。今は我らの威信を取り戻す道を人々に示す。進歩には犠牲が伴う。殻を捨てねば麦は使い物にならぬのと同じ。帝国と帝国を支持する市長は相当されねばならない。民が、私が、ならばすぐに青を首を洗って待っておけ。もう早く。いつまで待つつもりだ。バルグルーフに対して石鹸のガルバル必要があると思う。その伝言とやらは喉に剣を突き立てることか。かっこいいな。気をつけろ。じゃあ戻ればいいんですよね。より強い態度の表明になるとは思わぬ。何が。じゃあここでバルグリーフか、確かそんな名前の市長のところに行けばいいんですね。近づいてはダメ。あそこは呪われてるわ。まあ、よく知っている。その呪いを荒らしたせいで、多分吸血鬼が定期的なイベントとしてこの町を襲撃しているんだろうな。さすがに君はね、容赦にはしない。大丈夫、もう襲ってこないかな。ねえ、死体も積み上げられているし。じゃあ行きましょう。マップで、いろいろね、このソリチュード周辺のクエストもやってて、来た頃になんかリザードマンっぽいやつに話しかけられたじゃないですか。あ、それのね、クエストも終わらせました。なんか騙されたんですよね。ここかな、アイスランナー号。ほんでだ。ここですね、市長に報告。今のところレベルは30か。昔、個人的に PC 版をやっていた頃は、
どこまでレベル上げたっけな。あの時はね、双剣プラス弓プレイしていたんですよね。今回ね、スタミナないから双剣とか振るったところでもうスタミナが持たないから両手切りとかできないんですよね。あら、もう夜。ここをホワイトランで指揮官として衛兵隊を率いている。ずいぶん軽装ですね、カイウス指揮官殿。部下たちが守ってくれるだろう。心配するな。いや、クズだなお前なんて上司だ。部下任せとかねなんかあってもずっと多分なんか保身に動いたりとかしていそうだなうわ、皆の者、わしを守りみたいな感じになりそうだ。まだ起きているかな。長生きなさってくださいね。リディアさんはなんかご飯食べている。で、この上、お前は斧を持って戻ってきた。それがあいつの答えだろうとは分かって。じゃあなんで生かせたの。お前が出かけてすぐにテリウス将軍に連絡をした。将軍は兵の一部とスピウス特使をこちらに派遣している。間に合えばいいんですけどもね。ルフリックには我々の連合軍を突破してもらおうか。いや、ちゃんと防ぎますよ。帝国軍のところにお前を戻すスピウス特使の役に立つだろう。神のご加護が皆にあるように。じゃあこれでどうするんだろう。ああ、なぜ帝国の味方をする。お互いの利益のためさ。どんなバカだってわかるだろう。何百年間にもわたり我々は帝国の保護、そして南部との貿易の繁栄に、それと引き換えにシロディールの人々はタムリエル全土で最も武々しい戦士によって北方の境界が監視されていることを知りながら、ドラゴンから守るというよりかはウルフリックから守るってことですよね。もういいか、町を守る仕事があるんだ。特使もう来ていたの。一旦休息を取れ。しかし、閣下。休め。外の壁は頑丈だ。そこで、あ、ちょっと、アベリッチさん、あ、座りたかったので自分専用の椅子だというふうに主張したかったんだ。どこで手に入れやがった。バールグルフ市長の姿勢をやっている。知っていますよ。ドラゴンズリーチを満喫するといい。てか、もう特使来ていたんだなんかまだ来る途中とか、あとはなんだろう、城の外になんか陣を張っているとかじゃないんだ。兵士たちは炎の中で戦うことになりそうだ。私の部下は何も恐れない。心配なのは帝国軍の未熟者だ。煽るね。援軍として来てあげたんですよ。望むなら兵士らと共に立ち去るが。そうそうそう。いや、もちろん違うあんまり強がるんじゃないぞ、バルグルーフ。この炎と戦うためには放水隊が必要だ。どんな戦いするつもりなの。すでに対処済みだ。君たち帝国軍は有能だ。手のひらを返したな。到着まであとどれくらいだ。閣下、長くはない。辺境の地に隠れている。あ、よかった。先発隊としてじゃあ来ていたんだ。何をしてるんだ閣下。なんだと。奴らが移動しています。もうすぐゲートに到達しそうです。はや、なぜすぐにそう言わなかった。疲れました。休めって言われたもんね。大丈夫、帝国軍兵士さんね。兵士たちはすでに門に集結している。行くのだ、兵士たちよ。噂を広めるのだ。さあ行け。ちょ、ね、休めって言いましたよね。オブリビオンが彼らを連れ去る。哀れな奴らを一人残らず。特使は多分ね、スタミナあるんですよ。けどこの帝国軍兵士はもうついていくだけでいっぱいいっぱいだったのに、こうしてまた走らされるっていうね。お疲れさん、本当。補助者か。回復魔法をかけてあげようか。薬が必要ならアルカディアの大釜へ行くといい。多分あいつに対して薬いると思うなんか栄養ドリンクみたいななったら飲ませてあげた方がいいと思いますよ。怠けるなよ。まあ帝国古希使われているんだね。話してしまうと多分ストーリー進むと思うんで一旦置いといて。ストームクロークが山ほど来た。あ、完了した。近づいたら達成してしまった。来たぞ。町を守るんだ、急げ。じゃ、今度はリッケ特使、リッケさんも来ているんだ。町を守るんだ。じゃあリッケさんと、あとはシピウスさん、
あとは帝国軍兵士たち。坊や大丈夫？キル、ネルキル。放浪者がまた一人、父さんの機嫌を通りに来たぞ。やったね。あんたの息子をだいぶひねくれているよ。何が欲しいんだ？ウルフリックストームクロークの頭を槍に突き刺せば終わるんじゃないか。ウルフリックが本当にスカイリムの独立や人々の幸福を願っていると思うか。あいつは野蛮な裏切り者でしかないんだ。野心家なんだね。そいつの権力への欲望のせいで無数の罪のない人々の命が犠牲にされている。市民よ、家に戻って扉に鍵を。今剣抜いたよね。ああもう戦い始まっているのかな。戦うので次回にしたいんですよね。楽しんでいるな。市長さんは行かないのかな。もういいか、町を守る仕事が。あら、リディアさんの場所に普通に兵士が立っている。あ、違いますよ。戦うのは次回ですからね。そこそこ長丁場になるのかな。いまいましいストームクロークの反乱軍め。あなた座っている。耐えがたいな。じゃあ行けよ。戦えばいいのに。子供たちは元気だね。引っかかっているよ。放浪者がまた一人、父さんの機嫌を通りに来たぞ。やったね。なんか略奪とかできるかな。こっちに来たな。争おうとしているのバレているのか。盗むとかね、とんでもないとんでもない。ああ座り出した。やっぱり怪しいよね。見るからに怪しいのはよくわかりますよ。ため息まで好かれるし、ウスガルドさんに。あとこの中でなんかできることってないかな。出てしまうと多分戦闘始まると思うんで、いろいろ食い物もある。あ、下にもなんかあるな。あ、ダンジョンね。だいたいこういう大きい城って、わしのウィンターホールドもそうだったが、なんか地下にダンジョンありますよね。バルグルーフとは戦いという絆で結ばれているの。若い時に出会って戦火の中で友情を育んだわ。愛情とかではないですよね。それはないか、この見た目だもんな。守護者にしてくれって頼み込んだの。断る理由な。まあ好奇心が強いってこと。あらゆる危険から主張。強い男には敵が多いものだわ。争いが起きていると、そう、主張は命を狙われてきたわ。暗殺者をこの件で案外少ないな、二人って。まあ確かに、このわしがここに来た頃にもあんた剣持って近づいてきたもんだ。気持ちはわかるよ。好きなのを選んで。ドラゴン、ストームクロークの暗殺者。野望を抱いた恥知らずな貴族。時には彼の子供たちだって彼の死を願ってるんじゃないかって気がする。だからあんなにひねくれているんだ。まあ、これは単に物理的な危険ね。毎日媚びへつらう役人と無能な官僚を相手にしているんだもの。残念ながら、クビにしてやる件。まあとにかく今のところはね。あんたも大変だな。ただ町を守りに行かなくていいのかな。まあそれはこのわしもそうじゃが。こうやってよし、見られてはいない。盗むにはならないんだこのゴールド。あ、そう、お金って残高どれぐらいあったっけ。ああもう1万も溜まっている。早かったな。結構ね、屋敷の拡張で使ったんですよね。使ってから、うろちょろしながらお金を貯めて、1回は3桁ぐらいまで落ちたのかな。そっからまたプラス1万ぐらいまで増えているな。あ、寝ていたんだ。休めって部下には言っておいて、ねえ、で、なんか、何をしているみたいな、町を守りに行けとか指示したくせに、あんた自身は寝ている。ストームクロークが山ほど来た。前線に行け。ついにこの時が来たぞ。町を守るんだ。
急げ。本当守れるかな。だいぶ不安になってきましたが、じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。